女性の満足指標はペニスキャプティバス。マキさん、このペニスキャプティバスってご存知でしょうか。わからないです。英語ですか。キャプティバス、こう捕獲とか捕捉、うん、だからペニスキャプティバスは日本語で言うと陰茎捕捕捉、まあ、捕捉、まあ、捕獲って意味ですね。そもそもこれ何なんですか、そのペニスを捕獲っていうのは。なんか都市伝説的な感じでペニスが抜けないっていうのは聞いたことないですか。都市伝説、要するに膣が抜けないそういう都市伝説があって、その体型のその姿勢のまま救急車に運ばれるっていうのが聞いたことはないんですか。そこまでないですか。ないですか。あのですね、実際に現場で体験したキャプティバスは、はい、ペニスが抜けて、はい、ゴムが筒の中に入っちゃうっていうことは何度か経験あります。そこまでしかないので、抜けないまま運ばれるいや、ただそれも本当に都市伝説で、ありえないんですよ、実際は。ただそういうのが100年ぐらい前にそういうことを報告した医者がいて、そっからの始まりなんですよ。救急車でそういうカップルがいたのを僕は見たみたいな感じで医者が実際そういう報告をしたので、そういう都市伝説的に始まって、そういうのがあるんですけど、実際これを本当にちゃんと調べた医者っていうのもいて、産婦人科がいて、やっぱりないんですよ。それは本当に嘘なんですよ。嘘というのは一応もう証明されてますから、はい、じゃあ先ほどの話のようにゴムを送ってしまうみたいなところは、はい、それはありえますよ、ありえますよね。すみません、このそもそもこのペニスキャプティバスに関しては、はい、これなぜそういうことが起こると言われてる。まあ女性オーガニズムに達した時にですね、すごく膣が収縮するんですけども、立花君とかそういうのは味わったことありますか。わかりますか。まあなんかそのきつくなる感覚はなんとなくわかります、はいはい、その瞬間に。そうです、ね、その瞬間にすごくきつくなって、うん、一瞬男性側がこれペニスが抜けないんじゃないかなっていう心配になったことをこう誇張していったのが、そのまあお笑い話ですよね。実際あります。やっぱり痙攣して、はいはいはい、ギュッと、はい、きつくなるので、はい、自分でも分かります。キュッ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 こう、はい、縮まるんです。 あります、はい、それでそのパートナーが抜けないとかってあります。抜けないってやっぱりきつって言われたり、はいはい、男優さんでも痛いっていう時もあるんですよ、はい、あそれすごいですね。彼女さんも、はい、膣圧が強い、はい、あ膣圧ですね、はい、圧がかかってくるんですよね、はいはい、すごい収縮して、うん、で私は同時に思うのは、男性が行く時には膨らむと思ってるんですよ、はい、あはい、瞬間に、はい、なので、はい、男性が膨らんで女性が縮むので、はい、膣圧がかかって、はい、男性がこうギュッと締め付けられてる感覚になるんではないかな、はいはい、その通りですね、うん、本当でもその一瞬このお互いこの抜けないんじゃないかっていう瞬間がペニスキャプティバスです。実際にこういう状態の時、その締まる、まず締まる時っていうのは、やっぱりそれはやっぱ気持ちいい時なんですか。そうです、そうです。オーバーズの感覚がやっぱり結構それも急激、やっぱり すごいの上がるもんですか。いや、女性の場合は結構ずっと気持ちよくって、徐々に徐々にこう興奮度が高まっていったら、もうそれをずっとこうキープしてる感覚、はい、そしてその中にもさらにこうズバ抜けていく時があって、はい、でその時はもうギューンとこう縮まっ収縮してつまり行った時ですね、行った時。でその後 でも連続行きしたりもできるので、はい、女性の場合はずっと結構収縮してると思います。あこのタイトルにもある通り、その女性の満足指標としてキャプティバスほどではないけれども、その収縮が強い場合は女性は喜んでるってこと。そうですね、で、はい、間違いないんですかね。間違いない、行きまくってます。ただその圧に男性は気持ちよさをより感じて、うん、男性もフィニッシュを迎えるんじゃないかと思います。挿入による、まあ、いわゆる中息って言われる、その挿入している時に、オーガズムに達するっていうのって、これ女性によってそれは違ったりするんですか。そうなりやすい人となりにくい方、中息しやすい人としない人もいるので、うん、中息しにくい人は例えば乳首とか首とか、うん、いろんな性感帯で実際に中に入れてなくてもオーガズムに達して収縮してる時はあると思います、はい、なるほど。それってなんか どうやったら分かるんですか。
どこがいい？どこがいい？でも実際に男性が分かるのは指やペニスを入れた時に、はい、女性の収縮とか窒圧は分かると思うので、うん、入れて触ってみたりした方が分かりやすいですよね。挿入によってさせられる方法っていうのは何かあったりするんですか？深いので入り口から中間や奥までいろんな箇所で試してみないとわからないですね。女性によって違います、ね、女性によって違います。本当にあとはペニスだとなかなか伝わらない場合もあると聞いてます。よっぽど圧が強い女性じゃないと男性の方には伝わらない場合があるので、はいはい、指だとわかりやすいかもしれないです。指をよく濡らした状態で指を入れて、であとはキスをしたり乳首をつったり、うん、まあ、いろんなことをしていくうちにこう収縮が分かると思います。あ、なるほど。じゃあもう入れつつもいろいろ試してるってことですね。あ、なるほどなるほど。起きたところがその女性が気持ちいい箇所だと思うので、性感帯というか、まあ、いいところを試すのであれば、まあ、そういった方法でちょっと、まあ、いろいろ試してみると女性の満足につなげていくようにということですね、はい、この動画参考になった方はぜひチャンネル登録そして高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。